はい、私、ボギーテドゴン、本日沖縄に、戻ってまいりました。今ちょうどの沖縄の新都心のですね、まあ、琉球料理の、お店の前におります、パイカジというお店ですね。非常にいい感じのお店でございまして、まあ今日ここでちょっと、はい、ある方とお会いをしておりました。非常に皆さんも行ったことあるかもしれませんね。ちょうどこういった感じのお店でございまして、はい、奥の方に、はい、素敵な、はい、沖縄ビューティーの女の子が3名ほど映ってるのが、見えるかと思います。さて今日はですね、沖縄に戻ってきて、まあ、今までいろいろちょっと話し合いに参加していたんですけど、まあ、これからですね、後ほどなんですけど、なんと皆さん予想外のゲストの方をちょっとお招きをしてですね、ちょっとまたお話をしていただこうかなと思っております。はい、ということで、今日本当にもう昨日今日とずっとバタバタしてるような状況でございまして、まあ、沖縄に帰ってきて今そうですね、全く寒くないという、まあ、東京はちょっとやっぱり夜は寒かったんですけど、沖縄はそんなこと全くありません。さあ今日のゲストは誰なんですかね。秋田さん、さあどうもありがとうございます。はい、起きてられるかなって、そうですね、そうです、ゆきとさん、パイカジでございます。今パイカジの前から生で、放送をさせていただいております。まあ、そこでゲストの方が中から出てきたら、また皆様にもご紹介をしてちょっとお話をいただきたいなというふうにね思っております。皆さんもよく知ってる方で、そうですね、本当にガンガン応援してもらいたい人の一人でもありますんで、後であっと驚く桃太郎という感じで、楽しみにしてください。さて、今日も沖縄、今日からちょうどね辺野古の工事の方が、着手されまして、まあ、たくさんまた排除されてましたね。本当に彼ら本気で止められると思ってはいないと思うんですよ。ただもう反対することが目的化してますんで、まあ惰性で回る歯車のように、とにかく反対反対反対、これしかまあできないんじゃないかというふうにね、私は思っております。そんな中で今日も基地の前でかなり集まって阻止行動に出たらしいんですけど、まあ、ことごとく、まあ、機動隊に排除され、弾圧だとか暴力だといって大騒ぎをしていましたけど、私から言わせてみたら、どっちが暴力を振るってるんだと言いたい。私は何度も言ってますよ、辺野古にも高江にもね、常に彼らに威嚇や暴力を受けてきた、ね、突き飛ばされたり蹴られたり、ね、顔を叩かれたり、いろんなことがありましたよ。でもね、こっちから一切手を出しませんよ。ちょっとでも手を出したらね、すぐ右翼が手を出したとか、なんとか大騒ぎするの目に見えてますんでね、はい、まあ、そういった感じで、まあ、ぐっとこらえるしかないのが、まあ、今の現状。そして今日昼間ずっと東京にいながらやってたのが、新巣鴨の動画の編集をやっていました。まあ、この新巣鴨が、最近沖縄の新聞を、まあ、にぎわしておりまして、さもね沖縄の平和運動に力を貸している正義の味方のように沖縄の新聞メディアは取り上げてますよね。いや本当はとんでもない方でございますよ。はい、まあ、5万円を支給をして沖縄に、まあ、特派員と言いながら活動家をどん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 やっぱ送り込んでるわけなんですよね。まあ、この動画の中でも、1人増えたら2人増えたら何分車を止められるとか言ってますけど、まあ、そういった話を聞く限り、お金を出してやってるのは、まあ、いわゆる情報発信をする純粋な特派員ではなく、まさに活動家そのもの
を送り込んでるっていうことを自ら露呈しているようなものでございまして、これが保守側の人間がやったんであれば、その矛盾に疲れてですね、マスコミに散々叩かれるのは目に見えております。しかしなぜかいわゆる左翼の側になりますと、マスコミは常にだんまりを決め込んでおりますね。信じられませんね。はい、はい、ではゲストの方が見えられてますんで、ちょっとここでお話をいただきたいと思います。では、はい、こんにちは浦添市長選挙の、手こ入れで入っております。いや皆さん、いや市長よろしくお願いいたします。いや和田先生、実際この沖縄に見えられまして、今日浦添市とか回ったと思うんですけど、はい、どんな感触ですかね。そうですね、おいろいろコメントありがとうございます。はい、まあ激しい戦いになってますんで、ただまあ私そのずっとその野党にいて、まあ今回与党になったわけですけれども、やはりその予算とか権限を握ってるのは与党ですので、もうそういうふうに言って言えばですね、もう皆さんどういう投票行動したらいいかというのは分かるというふうに思いますので、もうあえてそれ以上は言わないですけれども、はいはい、で非常に浦添の松本市長はバランス感覚にも含めてですね、はい、浦添を本当に良くしていこうというような形ですので、ですのでそのなんか中道的な方にも訴えたいんですけれども、まあ松本市長であればですね、間違いはないというふうに思いますので、はい、ですので、まあでもこれ右の人しか見てないか。いやいや、みんな仲良くの方が見てますんでね、右とか左じゃないですよ。はい、うちの仲間たちみんな仲良くでございます。我々の右、源ちゃんです。源ちゃんです。源ちゃんも。源ちゃんもいます。源ちゃんもさりげなく来てますね。外で、外で本当にやってあれ、ね、田中さんずっとここでやるの1時間。いや1時間やらないですよ今日は。はい、もうせっかく和田先生見えられてますんで、皆さんにちょっとご挨拶っていうことで、はいはい、ご挨拶いただきました、はいはい、であとね、今後和田先生から見てこの辺野古移設っていうのはどのように進んでいくと思いますかね。まあこれはもう辺野古しかありえませんので、で普天間の危険を除去するということであればですね、それをしっかりと辺野古に移設することによって、実現していかなくてはならないというふうに思いますので、はい、あと今沖縄の尾長知事がですね、まるで外交権を持ってるかのように、まあ、何度もアメリカに行ってですね、あ、はい、まあアメリカの下院議員のいわゆる野党になった民主党の方々とお会いをしたと、はいはい、沖縄の新聞は今までの中で最大の成果を上げたと、はい、おっしゃってるんですけど、実際には国務長官と廊下ですれ違ってハローと言葉を交わしただけだっていうことと、当てにしていた民主党の議員にそれは日本の国内問題だと、辺野古以外にはないと言って、いわゆる突っ返されているんですが、このように一つの県の知事がアメリカに行ってですね、このようなことをして辺野古の状況に影響があると思いますか。ちょっと元ちゃん、あ、大丈夫ですよ。いや今和田先生に聞いてました。あ、そうか。はい、はい、皆さんこんばんはでございます、元ちゃんです。はい、和田先生ちょっと今お客様お送りに行ってますんでね。はい、元ちゃんどうも、はい、いやいや、こんばんはんこでございます。あ、いや、もうボキちゃんお帰りなさい。いや、もうやっと帰ってきました。ねえ、大変だったね。スマホで流そうと思ったらスマホが電池切れしてるんですね。はい、先生お帰りなさい。どうもお疲れ様でした、はい、お疲れ様です。はい、一緒に、ま、ご一緒していただいた方もお送りしてちょっと、はい、はい、で外交に関してはやはりその手順を踏むということが重要ですので、いきなりその押しかけてっても会えるわけではないということで、でまあ、これFM の方でも言いましたけれども、総理とトランプ陣営がしっかりとですね、その大統領選挙投開票前後から関係を構築している。でなんかキャディバッグ持ってったっていうことで結構その批判をするメディアもありましたけれども、あれはもう大統領のお嬢様のイバンカさんからいわゆる、まあ、官邸ルートで、まずゴルフの話から入ればうちの父は、おかしなことにはなりませんのでということで機嫌が悪くなることもありませんのでと
ので、でそれで、やりましたので、でそれでじゃ あのキャディバッグ持っていけばいいかというようなことで、そこから、まあ、そう持っていけば普通にそのゴルフの話になるだろうというのを、はいはい、まあ、外交の中でも円滑に進めていくという形で、もうですんでエアホースワンにも今度乗るという話も含めて、まあ、いわゆるトランプ心臓、はい、という関係がですね、まあ、できてますんで、はい、はい、いやありがとうございます、はい、でこの今回のアメリカに、まあ、誕生したこのトランプ政権、はいはい、これ日本にとりましては、基地と出るのか京都出るのか、和田先生としてはどのようにお考えですかね。これはそのまだわからないところはかなりあるんですけれども、まあ、トランプ、まあ、次期大統領時代にトヨタというものを挙げましたよね、企業名として、はい、であれはそのメディアがですね、いや次はどこの企業がやり玉に上がるのかみたいな感じで言いましたけれども、あれはトヨタイコール日本なので、はい、日本はどういうふうな雇用 その確保だとかそういったものに対するメッセージっていうものを出してくるのかっていうことを投げかけたわけで、まあ、それは当然官邸とトヨタがですねしっかりと連携を取ってですね、まあ、これは言えれる部分と言えない部分がありますので、まあ、推測ということで言いますけれどもそれでいわゆるこれだけの雇用をやりますというメッセージをですね返してるわけ で、まあ、だから何でしょうね、その日本に対し その経済上の状況は私はそこまで悪くはならないんだろうというふうに思っています。はい、でまあ、為替についてはちょっと今その円安誘導だっていうところは口滑って中国っていうところを日本もつけちゃったのかっていうところの分析が必要なんですけれども、しっかりと日米首脳会談で、まあ、今回国防長官来てやりましたけれども、日米首脳会談でしっかりと話をすれば、あ、心臓そういうことだったら分かったよというようなことでですねなる可能性は高いんじゃないかなというふうに思ってますので、おそらく今トランプ大統領が一番その信頼のおける同盟国というのが日本になっていると思いますので、ですので、まあ、そのあたりをですねしっかりとこの日米首脳会談で構築をしていくんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つですね、今回の、まあ、トランプ政権、この日本に対して防衛力の強化っていうのを、まあ、申し入れてくる可能性が非常に高いと、はいはいはい、そしてこのアメリカ自身はやっぱりこの極東アジアの安定を望んでいると思うんですが、その中で今後日本の役割はどのようなものを担っていかないといけないと思いますか。はいはい、私はまず5キロぐらい痩せたんですけれども、ちょっと今下からライトが当たってるんで、ね、なんかちょっと上から当てましょう。まあまあ元に戻して、はいはい、まあまあ、いろいろなチームと分析をしますと、向こうに在住している防衛の専門家、軍事の専門家の方々とも話をしますと、まあ米軍の基地の費用負担というのは、まあとりあえずまず一の矢で出してるんだろうというようなところでしたけれども、まあ、その分析まさに当たったわけで、で結局本丸は防衛費を世界標準の 2% にしろというようなことであろうというふうに思います、ね、うん、で日本がもう担えるものは担えと、で防衛費をその世界標準の 2% にして、その分アメリカのあれですね、いろんな作ったものを兵器を買えというようなことですね、はい、まあ、まさに我々が分析したのはこれミサイル防衛システム買えって言ってくるだろうなと思ったら、案の定それもそうなったわけですけれども、うん、だから私がその自衛隊の同世代の、まあ、これからそのなんていうか偉くなってくるような幹部も私仲間でいますので、で彼らに言ったのは、向こうから買いリスト、買ってほしいリストが来るので、こっちから、あ、これだったら買いますよっていうリストというか、こっちの欲しいリストを作っておいた方がいいよっていうことで、はい、まあ来週もまた自衛隊のその同じ世代の幹部、まあ、一佐クラスとか、これからその連隊長とか、もうそれも、まあ、今編成を担っているような仲間もいますので、彼らとも意見交換しますけれども、まあ、最新のそのアメリカの一時情報をですね、しっかりと自衛隊の方々にもお話をしたいなというふうに思いますけど、
はい、ありがとうございました。はい、和田先生またいろいろ所要があるっていうことで、はい、これからまたお戻りになるっていうことですので、はい、放送これでちょっと終了させていただきまして、はい、ちょっと和田先生の宿泊先の方に、お送りしていきたいと、思います。皆さん大丈夫ですか、はい、すいません、源ちゃんも一緒に移りましょうか、せっかくですから。はい、と、はい、いう感じで今日も突然の3名のキャスになってますけどね。はい、本当もっといろいろ話したいこともあったんですけど、はい、ノートパソコン片手に持っての放送ちょっときついので、きついよね、はい、詳しい話はまた皆さん明日にでも、いろいろまたお話をしたいと思います。はい、で和田先生これからも日本のね、トランプの大統領の最新情報をテレコンさんに打ち込みますのでいいですね、最高最高、はい、ぜひ皆さんこのね、はい、日本の未来を担うこの和田先生、はい、これからも応援していただきたいと思います。和田先生どうも、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では皆さん、明日また、はい、ボギーチャンネル9時からで888ありがとうございますお会いしましょうね。これなんか誰か編み出してもらって、はい、もうみんな888でずっと流してくるのは、あ、パチ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 、そうですね、パチ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 、なんか8の中に3を入れていただくとかですね、いろいろなんかこうまた新しい手法をですね、はい、編み出していただけると私も考えたいと思います。わかりました。ずっと2でアヒルかなんかこう読むような感じにしても面白いかもしれないですね。わかりました。はい、ということで、はい、今日の放送非常に短い時間ですけど、今夜で終了させていただきます。これからちょっと和田先生お送りしてきますね、皆さん。ありがとうございます。また詳しいのは明日報告をしたいと思います。源ちゃんもどうも今日もありがとうございました。はい、皆さんありがとう、はい、和田先生どうも今日ありがとうございました。はい、では皆さん明日またお会いしましょう。ごきげんよう。